出口だ。行け。見つかった。死を取る者ではないぞ。戦えないぞ。これは。また嫌がった。別に。色の。色の。状況は。装甲が誘拐してる。 味方が戦闘中だ。援護する。続け。残ったぞ。まだしそこら中に怪物がいるぞ。地下の方がマシだった。穴から出るんじゃなかったぜ。外に出れば安全じゃなかったのかよ。かわいい死ね怪物。よくも戦友を。仇を取ってやる。死守するぞ。そう、肝心な時にコンバットフレームが動かんとは。 怪物が何か吐き出しています。3だ。これは3だ。うろたえるな。俺たちのスーツは3を防ぐ。ダメです。助けてください。 こちらイオタ3、これより起動シークエンスに入る。歩兵はコンバットフレームを守れ。怪物の群れだ。総員応戦せよ。こっちに来てくれ。動ける者は戦闘に参加しろ。撃て。怪物を近づけるな。 軍曹、ご無事で何よりです。状況が知りたい。勝利はどこだ。戦死されました。怪物に食われて。こちら、イオタは起動シークエンス最終フェイズ。怪物をコンバットフレームに近づけるな。 避難したはずですが、どうなったかは分かりません。護衛についていた校長とは連絡が取れません。逃げろ逃げろ。こっちに来てくれ。頭に来てくれ。指揮を取る者がいないぞ。 これ本当なの？もし間違いだったら。弾がない。臨時報道です。各地で UFO が目撃されています。カメラに映った光の点のようなものではありません。 金属製のはっきりとした物体が確認されているようです。正体は不明。世界中で目撃報告が頻発していることから、複数の UFO が異なる場所を飛行しているようです。怪物の村だ。すごい数だぞ。リーダーが必要だ。ここを死守するぞ。 イオタ1起動した。コンバットフレーム隊戦闘を開始する。こちらイオタ2、怪物を食い止める。
よ。何か落ちてくるぞ。退避退避。今日はね、どうだ、光ってできてるぞ。やったぞ。成功だ。塔の上部分を狙えば破壊できるぞ。やるぞ。怪物だ。塔の周りに怪物が出現してる。怪物がどんどん増えてるぞ。塔は怪物を出現させる装置のようです。次から次へと出てきます。怪物を攻撃しろ。敵の電源は終わってるのかよ。レーバー安全装置を発生。全部怪物を呼ぶのか。怪物の国になっちまうぞ。手に入ったら撃ちます。やったのか。消えるぞ。あの塔が市街地に落ちたら大変な被害が出るぞ。被害どころか街がなくなっちまう。一体何がどうなってる。俺たちは何と戦っているんだ。テロリストなんてレベルじゃないぞ。俺たちは国家レベルの敵を相手にしてるってのか。これは世界大戦だ。よくやった。上を見ろ。どうだ。ここに落ちてきやがるぞ。数が多すぎる。この基地はもうダメだ。基地を放棄する。直ちに撤退せよ。怪物を攻撃しろ。被害の拡大を防げ。戦争が始まったってのか。奴ら街を攻撃してる。ここにいるのは民間人だぞ。攻撃するなんて許されない。ムーソー、ちょうどいい。協力してくれ。一刻を争う。被害者を一人でも減らしたい。了解。戦闘に参加する。今気づけ。貴様、休む間もない。安全な場所ってのはどこにあるんだ。我々が戦うしかない。地面を守れ。一体どこの国の兵器なんだ。これだけのことをしでかしたんだ。必ず黒幕を捕まえて後悔させてやる。人間だといいけどな。ウソ、タンクと共に進め。タンクなら怪物の酸にも耐えられる。怪物が来たらタンクの後ろに隠れろ。敵に急接近。戦闘員、街が壊滅する前に塔を破壊するぞ。塔を破壊しないと街は終わりだ。おいら、ここは安全ではなかったようだ。塔を片付けたら今度こそ安全な場所に連れて行ってやる。軍曹、協力感謝する。教えてくれ。本格的な反撃作戦が始まるのはいつか。軍曹、君の予想より敵は強大だ。世界中が同時攻撃を受けている。現時点では状況への対処で手一杯だ。タンク、前進しろ。タンクは歩兵を守れ。飛行物体に関する続報です。飛行物体はモンスターを投下しているようです。各地に出現したモンスターは全て飛行物体が投下したものだと考えられます。飛行物体は危険です。決して近づかず、もし目撃した場合は
できるだけ遠くへ避難してください。いいぞ、その調子だ。マガジンを変えます。手に負えない。塔を破壊しろ。上部分を狙え。両手こちら戦略情報部、作戦をサポートします。ありがたい。塔の落下軌道を逆にたどり、超巨大船の位置を特定しました。塔を落としているやつか。現在作戦エリア上空を通過中です。塔の落下が懸念されます。上空に警戒してください。やるしかないよ。おいおい、決さ到着する。地上部隊、ヘリが来るまで持ちこたえろ。こちらホーク、現在謎の砲部隊に攻撃されている。こちら戦略情報部、超巨大船が降下を開始、作戦エリア上空に飛来する可能性があります。なんだと。到達時間は、そんな、すでに地上付近に到達しています。恐ろしい数だ。こっちの10倍以上はいると。気が出せ。見ろ、塔が来るぞ。攻撃を中止し、作戦エリアから脱出する。飛行物体の正体は未だ分かっていません。主要各国は関与を否定、関係を疑わせる勢力も特定できていません。政府は一刻も早い状況解明を約束していますが、関係機関にも混乱が見られ、見通しは不透明です。適正勢力だ。適正勢力とは何か。あ、軍曹、まずいぞ。あれは何だ。町みたいにでかいぞ。宇宙船なのか。まさかエイリアンだってるかよ。あなたにおかえます。もしもし、弟が怪物を見たと言っています。象のように大きかったと。え、いいえ、そんな、信じてください。敵を目視で確認しろ。そろそろ目を覚ますとするか。まったく、変な夢だぜ。怪物なんているわけがない。今のうちに弾丸を装填しておけ。ダメだ。こんな状況想定したことがない。円盤だ。円盤が出てくるぞ。これはテロじゃない、侵略だ。
安全な場所どころか世界の終わりってやつだぜ。どこかの国の新兵器なのか。見ろ、あれは何なんだ。円盤みたいに見える。あれは敵なのか。召喚は誰だ。いよいよですね。こちら本部、円盤は危険だ。攻撃を許可する。見ろ、撃墜したぞ。俺たちの武器でもなんとかやれる。一人じゃ無理だ。援護を助けてくれ。解析しました。この兵器は自立型の戦闘ドローンと思われます。攻撃目標はおそらく人間です。無人の殺戮兵器か。こんな兵器が野放しになってみろ。途方もない被害が出るぞ。全て撃ち落とされば。必ず報いを受けさせてやる。戦闘ドローンは条約で禁止されているはずだ。どこの国がこんなものを。いい加減に認めやがれ。エイリアンが攻めてきやがってて。冗談を言ってる場合じゃない。よく腕を打て。この余裕がないんだ。こちらハンマーズ、配置につきました。よし、アンチマテリアルライフルならあのドローンを撃墜できるはずだ。戦闘を開始しろ。了解。こちらウィングダイバー、現地に到着。全員 D 兵装です。よし、円盤を攻撃せよ。円盤が出現してる。数が多すぎる。円盤は人間を無差別に攻撃しているようだ。市民が危ない。可能な限り円盤を撃墜しろ。ドローンを一機でも残せば市民が襲われる。全て破壊しろ。までのところ飛行物体に関する有力な情報は得られていません。各国は関与を否定し続けています。しかし攻撃があまりにも大規模であることから、実行能力を持った勢力は限られてきます。事態解明のために必要なのは可能性を持った勢力への追及、そして強制力を持った調査です。超巨大船に動きがあります。
何かの装置が起動したようです。退避した方がいい。情報収集を最優先してください。ショックキャンセル。聞いたか、被害が出ても構わないってよ。なんだあの装置は。いや、あれは大砲じゃないか。待てよ、やばいぞ。奴ら攻撃する気だぞ。待て待て待て、撤退しろ。下がれ下がれ。システム、アンドカー、間違いない、奴らはエイリアンだ。距離は世界大戦どころか宇宙戦争だったのか。救援を戦闘に備えろ。死にたいな。ラッキーだね。応答してくれ。勇敢な民。こちら作戦司令本部。敵戦勢力とは何か、どんな勢力か具体的に知りたい。まだ来るぞ。これだぞ。空軍は何をやってんだよ。数が多すぎる。このままだと全滅だ。おい、この悪夢はいつ覚めるんだ。俺はベッドで目を覚ます。そうだ、超巨大船が上昇してるぞ。超巨大船は空軍に任せろ。地上部隊はドローンを撃墜しろ。連れてその場を離れろ。安全な場所に向かえ。行きますよ。